人が来るのを待つのがいい。ベル来ました。腰あたりで持っていきます。ここに、はい、ベルト来たんでじゃあやりますね。はい、それではただいまよりインタビューを始めさせていただきたいと思います。まずは本日の試合を振り返っていかがでしたでしょうか。本日の試合を振り返っていかがでしたでしょうか。はい、今日は本当に応援ありがとうございました。そうですね、やっぱり過去一の強敵ということもありますし、やっぱり初のメインイベンターとして、すごいいい内容でいい結果で終われたのですごいホッとしてます。はい、ありがとうございます。では記者の方、ご質問がられる方挙手にてお願いいたします。スモールスポンゴーズ、おめでとうございました。ありがとうございます。当てても当てても、はい、アーガスが前に出てきて、はい、あの時どういう心境だったですか。そうですね、やっぱり相手が前に出てくるっていうのは、想定はしてたんですけど、そこで、足使ってポイントアウトをすることもできましたし、でもそれをやっちゃうと、いつもの、自分の、つまんない試合になってしまうので、やっぱりあそこはしっかり打ち合って打ち勝てたので、すごい今後の、自信になりましたね。ボディ最後決めましたが、はい、あれは狙って、本人さっき、はい、あの一発水落ち入って、はい、キャリアで一番聞いたぐらいのことを今、はい、本人言ってたんだけど、はい、そうですね、もう練習の時からもう父からもうくっついたらボディだボディだって、もう右ボディ左ボディってもうずっともう耳にタコができるぐらいずっと言われてきて、それを、今回の試合内容、接近戦で、ボディもたくさん打てたんで、本当に練習、きつい練習でしたけど、してきた効果が本当に出たなっていう感じですね。あれ、あえて正面から、はい、打ったの、水落ちでやって正面からあえて正面というより、聞いてたのも分かってたんで、とりあえずボディで攻めて、相手のスタミナを削ろうっていう作戦の中の一発だったんで、はい、狙ったというよりはもうなんか流れで出たパンチですね。チャンピオン自身は、はい、向こうのボディはだいぶ打たれたと思うんですけど、はい、ダメージとしてはかなりしんどかったんですか。どうだったんですか。ダメージとしては、全然、言うたら耐えれるぐらい、本当に我慢比べ、どっちの方が我慢強いかっていう勝負かなって、自分自身思ってましたし、そこで、打ち勝ててよかったです。リング上で今日朝まだ不安だった、はい、とおっしゃってましたが、はい、その最悪のパターンをちょっと想定しちゃったの、はい、最悪のパターンっていうよりはやっぱりアンカー選手はスーパーフライで9回防衛している名チャンピオンですし、まだ自分はその決定戦でチャンピオンになったばかりの、言ったらもう新人ぐらいの感じで、自分がチャンピオンですけど、自分が挑戦する気持ちでもうずっとこの試合決まってからはその気持ちでずっと練習してきましたし、やっぱりその、名チャンピオンに、自分がどれぐらい通用するのかっていうのはもっと試合始まってみないと分かんない感じだったんで、始まるまで不安もたくさんありましたし、その相手にこの内容で勝てて今後の自信にすごいなりましたね。その不安な時は、はい、何を思ってこう打ち消したというか、もう不安な時こそもう練習で、練習量でもう消すしかないんで、それこそ今回は本当に一番コンディションも良かったですし、一番練習最後までできたっていう感じで、
今回の試合が本当に一番自信がありましたね。不安もありましたけど、練習内容としては一番自信がありました。おっしゃる。はい、質問ある方。はい。朝日新聞の白谷です。おめでとうございます。まあ、足を使ってポイントアウトすると、はい、いつもの試合になっちゃうということで、はい、まあ、リング上でもそのソリス戦のことをおっしゃってましたけれども、はいはい、まあ、これまで勝ってきたスタイルに対して、はい、まあ、変えるという強い決意があったように感じますけれども、はい、この間の試合っていうのは それくらいその反応がそのタクマ選手にとっては強いというか大きなものだったんですか。ソリス戦ですか。ソリス戦の反応、反応ですか。はい、その変えようと思った、はい、その強いその動機っていうのはどういうところ。そうですね、ソリス戦でいうとやっぱりその、まあ、足使って相手が来るところを狙って、まあ、ポイントアウトっていう、もう本当になんかずっと一定の同じ試合内容で、また見てるお客さんとかも退屈してしまうような内容だったと思うんですけど、やっぱり自分自身もその試合内容で山場も作りたいって思いますし、まあ、見てるお客さんがおって思うようなやっぱり試合をしていきたいっていうのもありますし、やっぱりその偉大な兄がいる、やっぱり兄と比べられる、まあ、兄弟である以上はやっぱりそこで自分も盛り上げたい、盛り上げられる試合をしたいっていう思いが強かったんで、まあ、今回は強豪相手にまあ、こういう試合内容で変えることができてよかったですね。その、まあ、距離をかなり近い接近した距離で戦い続けるということを今回はもうじゃあ強く決めて戦ってたということですか。そうですね、まあ、ここまで接近戦でやるつもりはなかったですけど、まあ、その試合通して山場を作るっていうことをちょっと取り入れようとはしてましたし、まあ、その想定以上に接近戦で接近戦になりましたけど、まあそれでいい結果で終われたんで、はい、よかったです。そのスタイルを変えるっていう、その山場を作るっていうふうに強く決意したその直接的な出来事だったり何かっていうのはあったんですか。直接的な出来事はないですけど、やっぱり自分のスタイルに足りないものを取り入れるってだけですね。やっぱりその井上拓磨っていうボクシングを完成させるには、そのアウトボクシングだけじゃなくて引き出しを増やして、はい、まあ、いろんな山を見せたり、まあ、基本的なそのスタイルは変わらないですけど、その中にどう、まあ、攻撃的な部分を入れるかっていう感じですね。ありました、ありがとうございます。はい、その他いかがでしょうか。共同通信の榎本です。おめでとうございます。ありがとうございます。中盤あたりからですかね、足を止めて中央で打ち合う場面が多かったんですけども、そのラウンドのゴングが鳴った時に時折笑顔も見られていたように見えたんですけども、どのような心境だったんでしょうか。そうですね、まあ、やってる、まあ、打ち合いっていうのは自分の、まあ、過去の試合とかってそんなないと思うんですけど、今回の試合に関してはまあ、強い相手になんかこんだけなんか打ち合いをできてるっていうなんか楽しさがありましたね。はい、なんか通じているなという手応えのようなものは感じられましたか。そうですね、ボディも左フックも結構入ってたんで、まあ、相手もダメージ負ってるなっていうのも感じましたし、まあ、そこでしっかりボディで相手のスタミナを削るっていう作戦の中の、まあ、あのボディで決まったんで良かったです。大橋会長と慎吾トレーナーにも伺いたいんですが、新しい一面を見せた拓磨選手、今回どのように評価されていらっしゃいますでしょうか。今日は兄貴を超えたなって感じですかね。慎吾トレーナーお願いします。そうです、まあ、試合内容はすごい良かったと思うんですけど、まあ、自分はやっぱりこう、まあ、教える立場なんで、まあ、課題もすごいやっぱり見えたんで、まあ、いろんな面で手応えがあったと思うんですよ。いい面とそのやっぱりその課題がしっかり見えたというところで、ただ今日は、まあ、試合は本当にすごい良かったと思うんで、はい、いい試合でした。ありがとうございます。
はい、その他ご質問あられる記者の方、挙手にてお願いいたします。すいません、これ大橋会長にお伺いしたらいいと思うんですけど、その今回相手をアンカハスにしたその一番の狙いというか、その拓磨選手に期待したことが会長にあったと思うんですよね。そこをちょっと教えていただきたいんですけど。まあ、やっぱり常に強敵と戦いたいという要望なので、それもアンカハス選手以外いないの でまた今日その、まあ、本当に過去一の強豪の相手だったと思うんですけど、今日本当に拓磨にとっても過去一の素晴らしい試合の出来で、やっぱりパンチもあるし、もう強振してくるし、本当にアンカハス選手怖い選手だったんですけど、それとも真っ向に打ち合ってボディで KO したというのは、これは本当に大きな意味があって、まあ、これ大きな壁を破ってもう新しい井上拓磨が今日誕生したなという印象もありますし、次、まあ、石田選手と指名試合になりますけれども、まあ、怪我もないので、井上尚弥と一緒に試合にできると思うので、またそこも、また兄弟揃ってすごい試合を見せてくれるのかなと思います。ありがとうございます。すみません、重ねてすみません。チャンピオン、試合前井上尚弥からは、はい、どんなこうアドバイスというか声掛けみたいなのあったんですか。まあ、アドバイスというより、まあ、いつもなんですけど、まあ、とりあえずもう集中、まず自分の距離を作れと、まあ、本当に基本的なことですけど、まあ、そういうふうにアドバイスは、まあ、毎回もらってます。はい、まあ、今回会長もおっしゃってたけど、まあ、一つ覚醒したと思うんだけど、会長が言うように兄を超えた、今日は今日限りは超えたって言ってもいいんですかね。はい、そう言ってもらえると嬉しいです。なるほど。あと、まあ、今会長もおっしゃってたけど、昨日もねちょっとチャンピオン話してたけど、その東京ドームの舞台、はい、まあ、ダメージも含めて、はい、いけそうですか。はい、まあ、あれだけどね、あくまでもやれでした。分かりました。 OK、はい、じゃあ、あと一つだけ、慎吾さんに今日進化した部分というか、たくま一つこう殻を超えられた、まあ、何だったか、どうしようか。まあ、意識ですよね。もうその意識でもう練習をやってたんで、スパーでも外すだけじゃなくて、外したら必ず返す、もうそれをもう徹底的に意識で、もうスパーでも常に言ってたんで、それをしっかりまあ出してくれたっていうところですかね。はい、だからいろんな引き出しと幅がちょっとずつこう広がって増えてきたのかなっていう感じですかね。はい、はい、その他いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それではこれにてインタビュー終了させていただきます。ありがとうございました。